ありがとう。後ろの部屋から何か話し声が聞こえた気がする。ずいぶん長話でしたが、なんて言っていたのか全然聞き取れなかったけど、そこにいるのはあの子だよね。ああ、なんかいる。ここにでもボスがいるっつってたもんな。あいつが見せしめに会うのか。ちょっと悲しいなそれは。任せて、一緒にタッグバトルしようぜ。2対2で。え、あ、お前か。ちょっと悲しいな、お前敵になるの。思ったよりやべえし。なんかちょっと悲しいな。何？少し席を外していた。お前もホログラム機能のお披露目会終わったか？ホログラム機能、ああ、なんだ。あ？なんだよ。被験者、まさか信じたのではあるまいな。お前にあのような大型戦闘用ロボをけしかけるような真似をすると、まず一つ目にお前にそのような施しはしない。一人一人の一人の人間を排除するためにロボをけしかけるなど少々同行している。いや、変な薬液投与するのはどうなの。そして二つ目に、巨大戦闘用ロボなんてものは存在しない。私が思うに、あの荷重発電機でそれなりの電気を蓄えたのだろう。そしてホログラム機能を持ってお前にその力を見てもらいたいと考えた。私の用意した試練とはこいつのことじゃない。もう何度言ったか忘れてしまったが、私の目的はお前をただ獣に変えさせることだ。変態、私はお前に暴力的な手段を持ち出そうとしたことはない。だから安心してくれ。お前が心配すべきはその体のみだ。怖、やめてよ、そういう目で俺を見ないでよ。ここに時間を取るのは私の計画ではない。さっさと進み、私の贈り物を目に焼き付けてほしい。楽しみだな。そこまで遠くはないはずだ。お前、何？じゃあ、何？プーロとは、あ、触れるんだ。なぜかって触ることができないからだけど、おい！だから俺はびっくりしたのに。いや、ラブラブ。どうやって先回りしたんだろう、確かに。大きな尻尾で手触りは触れないと当たり前じゃん。どうやって先回りしたんだろう。水やってる。あ、こっち側かな。やばそうだね、これ踏むことすら。ん？白いね、液が滑らかな動きで粗末な床を張っている。粗末な床って、 その大半は床の穴に落ちているみたいで、同時に他の穴からまた吹き出している。まるで間欠泉だ。どうしたらいいの。ただの薄いね、液の層だとはいえ、それだけでかなり恐ろしいと思えるのは経験の賜物だろう。死んでないはずなのに。奥の方に見えるパイプからね、液は来ている。この場所に絶え間なく。間違いなくこの惨状の原因だ。あれ、止めたらいいの。博士のせいかどうかに関しては考えるまでもないかな。ここを進むには裸足でこの粘液を歩いていかないといけないのか。なんかマジで靴ぐらいは拾っときたいな、本当にこの研究所歩くんだったら。たった10メートルそこらだけど十分に脅威足りえることはよくわかる。彼がいてくれたら、あの頼りない狼が、頼りない狼、プーロ、この場にたった一人だけというのがふと不安になってきた。おい、プロトタイプ、俺のためになんかしてくれ。プロトくん、あ、なんか出てきた。こいつか、キングスライムみたいな。あれが強敵？少なくともこの建物で見てきた牛乳プリン、敵として見たら至って普通の相手だ。ここでまた会えるとは、覚悟してきた身としては正直ほっとした。少なくともどう動かれたってそこまで脅威になる相手じゃない。そうか、一発アウトだぞ、触ったら。いやいやいや、待て、なんでそこ歩いてんのお前。うわー、でかいし。おー、すごい。さすがにその動きは予想外かも。お風呂みたいになってる。入浴剤の CM みたいな。いや、入浴剤の CM みたいな。入浴剤じゃん、もう。それは違うじゃん、もう意味がわかんないじゃん。大量の名誉獣が一度に返し、同時にその密度が十分高くなった時、混ざり合い合体し巨大な集合体幼獣となる。そのして他が異なった時、思考は統一され、その力は蒸散されていく。まさに怪物ベヒモスだ。当初の想定よりかなり大きな姿になったようだが、お前も私の期待を何度も凌駕してきたからな。それなりの賞は期待できそうだ、被験者。そうだろ。かなりまずそうだけど逃げるわけにはいかない。立ち向かえばきっと活路が見えるはずだ。よー、お前そんなこと言えるな。逃げろ逃げろ、絶対逃げるべきだと思うよ俺は。ねえ、逃げるわけにはいかなかった。なんか可愛げのある。プロトタイプを仲間に入れるしかないかこれ。触ったらダメだよね当然。お前の幸運もここまでか。
あのクズ鉄に妨害させるような起点も働く前でよかったと言うべきだろうか。抵抗など必要ない。安心して彼らの仲間となるのだ。すげえ毛の位置が嫌だったけど。とりあえずじゃあここで回避に徹するか。どうしたらいい？なんかしてくれ？なるほどね。近づける？近づこうと思ったら近づける。なんかお前なんかしてくれんか。とりあえず近づいてみるか。手に当たらんところでこんな感じでどう？いやーそうか。とりあえずあの植物はもう触れないと。これでどう？あー近づいてくんだ手は。ちょっとずつこっち側いて、なんかあ影みたいなの出てきたけど、ここは割と安全地帯っぽいな。割と安全なんだけど、鉄くずをどうしたらいい？ああダメだった。女体化してしまった。お前の豪運もここまでかと。鉄くずに妨害させる。抵抗など必要ない。安心して彼らの仲間となるのだ。どうしたらいいんだ？おい、何？新しい。電気ダメよっていうポスターあるね。電気設備は気をつけて使用しましょう。特に実験場にて電気を使用することは許可されていませんと。お前がダメなんだよ多分。お前が突破口になる。おいで、ちょっとこっち来てくれ。あ、鉄くずに当たる。違う？そうじゃない？おい鉄くず、あのポスターなんかヒントあったりする？ああないね。ここ触ってみる？ああだよね、意味ないよな。ああ2つに増えた。どっちの人格？ああ人格乗っ取られた感じだな今ので。ああやだーって。鉄くずに妨害させる。おお、なんかなった、なんかなった。なるほどなるほどなるほど。手をプロトタイプの電気が漏電した。ペヒモスがひるんだ。ペヒモスひるんだ隙にどうしたらいい？いや違うか。これを何回かやるってこと？多分そうかな。なんかできることもな、出させてあげよう。出させてあげる。よしこれで大丈夫だよ。よし、電気が足りないって蓄え直しに行くみたいだ。その間はちょっと待ってよ。じゃその間俺は無防備なわけじゃん。ここだいぶ安全地帯だよな。なんか持ってきたし。違う、落ちた後これはスライムが動き出すからもうちょい離れといた方がいいんだよな多分。何してんの？なんかしてあげた方がいいよ俺。わからん。なんだよ、わからん。でもあんまり動ける場所もない。よし、あっち行った。よし、ためた。はい、おいで。ダラダラして、ああそうだよね。また最初からしんど。こいつがいる、最初にいる位置に俺がおったら座標が重なって最強にならん？無敵にならいませんか？全然来てくれん。 OK、 ビリビリしてひるんでも特にやっぱ何もなさそうだな。これの繰り返しっぽいな。まず出させてあげて、スライム自体は3マスぐらいかな。あいつロボットなのに機械を直すのに。なんか降ってきたし。よし早く来てくれ。よし来た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 、ありがとう、待ってたよ。よしよし、えらい。3回だろ。3回は覚悟してる。2回で終わってくれたらすごいありがたいけど。漏電したけどダメージらしいダメージになってない。どうしろと、どうしろと。連れてかれた、連れてかれたけど。あ、食べられてる。もぐもぐされてる。もぐもぐタイムだ。どうしたらいいの？
あ、なんか聞いてる。時間かかってようやく一矢報いたぞ。あ、なになになに、虫たちが、あ、まだ続く。もうやだ、終わりにしてセーブさせて、せめて。お尻、なにこれ。あ、ベヒモスは観念したわけじゃない。また攻撃が来る。なにだよ、泳いでる、遊んでる。ここプールかなんかだと勘違いしてる。何したらいいの、もう。上になんかいる、上になんかいる。やめろ、デカモノ。ありがとう。もう無理。何それ。人間に手を出すな。傷つけさせやしないんだから。何それ。このカードはイエローカードです。もう一枚で退場。これじゃダメだ、何か他に。そうだ、人間、ごめん、少し耐えて。あ、ちょっと、じゃあここいる。え、何ね、少し耐えて。あ、もうちょっとちゃんと説明して。何したらいいの、ここでいい。やだやだやだよ、本当にやだ。またあれやるのやだ。もうだ、よし、ここまで来た。こいつらの動きは分かってきた。もう最終形態の動きはあんま分かってないんだよ。とりあえずこれも時間稼げばなんとかなると思いたい。ベヒモスのこの場所にいなかったらいいんじゃないか。そのイエローカードはなんか意味あんのかな。取った方がいいのかな。これじゃダメだ、何、うん、少し耐えてだから、もうそれを信じる。俺はプールを信じるよ。1分ぐらい耐える。基本高ささえ合わなければ大丈夫と思って。オッケーオッケー、そういうことね。簡単簡単。うんうんうん、本当にこれでいいのかは知らんけど、これならまあ簡単だね。よし、あ、なんだよ、俺がもっとプールを信じていれば一発でクリアできたかもしれないのに。あの時俺はプールを信用しきれてなかった。俺がなんとかしなきゃってちょっと思ってた。パイプの稼働が止まった。セーブさせてくれ、心から。あ、でもあのそこを見れるところにいないのは深くよく見えない。あら、なんかロボットがなんかポーズ取ってるのに。あー、ベヒモスは沈んでいて、その姿は完全に見えなくなった。なんかちっちゃい猫生まれてるし、めっちゃ見たいのに。俺が楽したばっかりに。人間、やったやったよ。パイプの線を閉じて、なだれ込んでいた粘液を塞いで。ちょっと待ってちょっと待って、来てない来てない。それであのデカモノは自分の体がなくなっちゃった。みんな流されちゃった。大丈夫これ、まあいいや。と布から染み出たオレンジの汁みたいな感じで床を抜けて下の階で悔しがってるはずだよ。その人間、ごめんね、とってもくれちゃって。大丈夫この猫。でも今回は助けられた。最後には人間もこんなに長く離れてたのにすごいピンピンしてるし、あんなデカモノ相手に全然うろたえなかったし、ほんと優秀だね。無事だって分かってすごいホッとした。君の痕跡がなくなって何かあったんじゃないかってひたすらパイプの中を回ってた。遅れたかもしれないけど君の元に滑り込めてよかったよ。僕の白い角、もう少し大きい出口じゃないと通らないみたい。だから今ここからじゃ出られないや。牧羊獣には大きな悩みでさ、これって。ここから出られたらすぐにでも君の代わりに前に立つ。僕がエスコートしてあげる。プーロ、何度もこんなこと言ってるけど、まだまともにできたのはほんの数回。もうスペシャル版になってめっちゃ助けてくれるね。もっと頑張るよ。本物の優秀にたどり着いて約束を守ってみせる。ちょっと猫怖えよな。あの巨体にはその大きさ相応の期待も寄せていたんだが、裏をかきあのように消し去るとはな。しかも私の許可の外から呼び出したけなげな助っ人の力で、あからさまな不正だ。蒼白の人間様よ。蒼白ってわざわざ言ってくんな。あの怪しい博士の声、これあいつが消しかけたの。彼はちょっとした事故でな、この温室に来ることになってしまった。今回はお前の代わりに丁寧なガイドとして彼を解除していた。まあ全ては彼を幼虫に返させるためだったんだがな。結果で言えば私に感謝すべきだと思うよ。そういうことなら普通に会話でなんとかならないの。その対立というか誤解というか。まあそうだね、むしろ逆だ。ここで話し合ってしまえば凄惨な結果を招きかねない。ん？換気ダクトに詰まって出口が見つかっていないのか。お前は唯一答えたるクリスタルも不便なものだな。しかしそこで詰まって動けないのなら会話してやらんでもない。お前の思う危機を解決するためにな。被験者、
予想の外ではなかったが、またも任されてしまったな。しかし今までが簡単だったとなれば、私よりも強力な手立てを考えるほかなくなってしまう。進めば進むほどその道は険しくなっていく一方というわけだ。わかるな。何度でもお前を獣へ変える手立てを考えてやる。そこでお前がしくじればおしまいだ。また会うことになるだろう。それとお前にも。お前だ、海苔の佃煮。誰のことでしょうか。ぐる海苔の佃煮。お前にも考える頭があるだろう。脱出できた時の二人の今後について、そこにある問題に真剣に考えておくべきだ。今後？外の世界が真っ黒なスライムを受け入れるだろうか。それにそこの被験者もだ。考えたことまるでないだろう。あとはそうだ、お前は愚かにも未だに彼と友達になろうとしているようだな。もし人間がその道中よその獣に取り込まれてしまえば、あらゆる意味でお前の求めていたものは何一つだって得られない。その時彼はお前の顔さえわからなくなってしまうだろう。人間についていくのがやっとなお前に、ここから先の旅路の何を保証できる。合理的に考えればお前の宿主として彼を取り込むほかない。ただそれだけが最良の未来と言えよう。私もお前たちがもたらす未来に備えねば。次はどんな罠を敷いておくか。また今度だ、蒼白の被験者。そして本好きの黒年中も黒年中。お前たち二人でどこまで行けるかな。ちょっと猫怖いんだけど、白い猫。あの怪しい博士グルー。まあでも連打しても間に合わないよな、やつの言うこと。人間、あんな偏ったザレ言全くもって気にしないもん。人間だって。僕らがそれを証明するんだ。僕らが乗り越えてみせる。博士は預言者でもないんだし、自分が何やってるかって誰かに見てもらった方がいいよね。確かにこれまでいろんなごたごたんずっこけながらここまで来たけど、まだまだ見てない妖獣たちがこの先に待ち構えてるわけだけど、建物の構造も迷宮みたいに曲がりくねってるけども、今まででさえとんでもない苦難に直面し続けてきただけど、それでも僕ら近づいてるんだ、出口に着実に。人間、あの博士も僕らが出口に近づいてるって知ってきっと焦ってる。これから罠もどんどん見境がなくなってくるはず。でも人間なら本当に小説の主人公そっくりなんだ。色鮮やかな旅路をいろんな奇跡で乗り越えていって、どんなことがあっても君なら大丈夫だって僕は信じてる。この調子のまま行けばね、僕らならここから出られる。人間、君だってそう思ってるもんね。よしよし、じゃあ行こう。先に進んで落ち合える場所を探そう。ごちゃごちゃまみれの温室だって早めに出ちゃおう。ここのオレンジの匂い、とてもいい思い出ってものじゃなくて酸っぱかったもんな。でセーブさせてくれ、頼む。行くよ人間。ゾッとする、ここで死んだら。猫は猫もだし、自己認識についての本、哲学的な重い本だった。猫たち怖。ちょっとこれどうしよう。とりあえずお前で分岐しない？お前で分岐しそうだから出してあげる。まずはありがとうございます。プロトタイプは感謝を目いっぱいに表してる。お互いにね。ちょっと猫怖えって。どういたしまして。あ、こちらこそありがとう。こちらこそありがとう。こちらこそ。喋った。鉄鋼獣が喋った？そういう名前なんだ。聞き間違いかな。とにかく君もありがとね、人間のためにいろいろと。出口の方を眺めてセーブさせてくれ。え、これ通れんの？ちょっと、まあ、大丈夫だと思うけど。怖えって。こっち？いやーもう行くしかねえな。行くぞ。やめてよ。お願い。あ、よかった。見ての通り通行止めだ。見ての通りかどうか分かりませんけど。全然見ての通りでもねえけどな。あれスピーカーじゃねえのかよ。バイバイ。あ、バイバイって。行こう人間。一緒に来ないの？鉄鋼獣。プロトタイプ。このチビ猫ども。チビ猫どもは怖いな。あ、で、いつもの仕事に戻りましょうって。あいつにとっては何もない日常だったけど、でも言葉を覚えたね。で、なんかいるよな、上に。さっきも気になったけど。あ、お前プロか。僕の本がまだ読み終わってないのに。届かない。自己認識についての本読んでたんだ。届かない。まあ、それいろいろ本読んでたら賢いな、やっぱり。あー、優しい。ありがとう。こちらこそありがとう。どういたしまして。手伝える？鉄鋼獣くん。そこの本を。ん？任せてよ。あははは。これはプーロの指示が悪かったね。あー、違う。あー、
スペシャル版になってめちゃくちゃなんかプーロが愛着湧くな。通常版より助けてくれるから、本当に助けてくれるから。人間、君についてくよ。狭いしあまり急がないでね。どうだった、本取れた？セーブしよう、セーブして一旦休憩しよう。この機械、僕の顔はうまく認識してくれないんだよね。セーブできなくなっちゃうんだよね。管理用ロボットが温室エリアを警備しています。関係者以外は近づかないようにしてくださいと。はい、僕から、僕はここからじゃ見えないけど、僕より語字が少ないというか文章が上手いのはわかるよ。死に行けないと、過去にすがっても意味はない。特に今は、今はね。いや、これなんかあんの？少し尖った植物が植わった鉢だ。この植物の色、とてもゴージャスというか魔法みたいだね。確かにね。通気口を介して新鮮な空気が体に当たる。少しリフレッシュした気分になるね。確かにずっと屋内だもんな。ちょっとそういうのは欲しい。この葉っぱでっかいね。確かに。確かになんだけど。確かにでしかないんだよ。こっち側は？見れない。あ、キープアウト。何これ？どういう状況？ん？どういう状況？この右のこいつは誰？あ、過去の犠牲者みたいな。で、こいつも同じようになると。開けられた桃の缶詰、ご丁寧にスプーンも中に突き刺さってる。あ、さっき K が缶詰うんぬんって言ってたの、これ？それ桃なの？桃って見たことないな。どんな味なんだろう？いやいや、人間、罠だよね、これは。見ての通り。食べちゃダメだよ。僕も変わらないから。もう、桃のポスターだ。なんで？果物の形なんだね。これすごいや。お尻みたいな。で、あ、これ俺みたいなやつが、口移しで。変身しちゃった。香辛料の小瓶、中には古っぽい匂いと刺激臭が入り混じってる。辛、匂いが辛い。やだ。やですね。皮も剥けてないオレンジからツンとくる匂いが突き刺さる。酸味が強いのにも程があるんじゃないかな。絶対食べちゃダメ、人間。そんなに酸っぱいんだ。口ただれるっつってたもんな。人間？何ですか？僕そっちに行けなさそう。階段の先には通気口がつながってないんだ。残念。また別れることになっちゃう。心配だけど選択肢もなさそうだね。でも心配しないで。ダクトの風が結構強いんだ。きっとすぐ出口が見つかるはず。またすぐに会おうね。頑張ろう、お互い。気をつけてね、人間。行っちゃった。じゃあ俺も頑張らんとな。よし。で、こっちが光る標識、こっちが行け。死の匂いがした今。セーブしとこう。一人で見れる？一人で見ると特に何も言わないね。行くか。死の匂いがすげえしたけど、日焼けみたいな。ん？高エネルギー波の危険性あり、尻尾を伸ばすと目的がない限り光には近づかないようにお願いします。当装置の期限については現時点では回答いたしかねます。誰に向かって言ってんの？え、別に何もないの？赤く鮮やかな夕日が。こっち入れる？ドアが開く様子はない。隙間ある、覗いてみる。何ですか？あー、さっきの、あ、なるほどね、ここに繋がってんだ。じゃあ本当だったらここすぐ行けたんだね。ここの隣、見たことがある部屋かもしれない。なんか左下の方に水が出てきてない？影が。ん？こんな水あったっけ？なんかすごいグロい死に方しそうなんだけど。ヤバ谷みたいな。熱っ熱っ熱っ熱い、ゲローってなりそう。ああ、熱い熱い、ああ本当だ、熱い熱い熱い。ゲロー、あ、ゲローじゃない、アオーンの方だった。よかった、これは R18 じゃなかった、 R18G じゃなかった。うおー、何何何、あ、尻尾が、お腹も手が、ああ、クランクランクランと、ちょっと日に焼けちゃって、狼男みたいな感じ。あ、喜んでる。照射波が、うん、なるほどね、いいじゃないか。そんな感じでしたが、え、通ったからなんかな。まあ見ない方がいいんだろうな、多分。水たまりが増えてたのも気にはなるんだけどな。じゃあもう速攻、速攻、速攻だったら平気なのか。この水なんなん、この水は謎だけど。ん？食らったらダメ？いや、どうだ？
わからん。いろいろとわからん。ああ。またヤバタニみたいな死に方した。クリスタルの塊が真下にいる時に落ちてきたのは全くの偶然で、僕はなすすべなく頭にその質量を受けてしまった。グロい死に方しそう。ボサボサ気味の髪が受け止めて血を流すのは回避できたものの、その衝撃で脆いクリスタルの塊は頭の上で砕け散り、あたりに散乱してしまった。砕け散った破片は塊のそれより鋭く気づくと髪の毛に絡まったり、下着に切り傷を作っていた。ああ。次の瞬間頭に届いたのは遅れた鈍痛ではなく、尾底骨と背中に現れた不思議な感覚だった。肌も硬くなっていく感触がある。あ、刺さっちゃって、いつの間にか頭の上の破片もただ髪の毛に絡まっているだけにとどまらなくなっていた。気づいて払い落とそうとするも、まるで最初からあったかのように頭に癒着していた。おー、で変身してペタペタした硬い肌にも鮮やかな模様が現れ始め、体とつながっていない下着はその変化を収めきれずミシミシと悲鳴を上げ始めている。ああ、尻尾が。同じく混乱と変化にパンクさせられそうな僕の頭からはクリスタルだったはずの角がきれいに生え揃い、後ろに向かって伸びている。混乱のあまり僕は顔を無意味にもペタペタ触った。おお、不思議な模様の刻まれた一対の翼はゆらゆらと飛び立つ瞬間を待っている。なんか書いてあるね。生まれたての翼、生まれたてのドラゴンのための麗しい翼だ。麗しいって言っちゃった。あ、終わった。食らったからなんかな。紫外線浴びてるかどうかはあんま関係ないかな。ゆっくり歩くのがやだね。一応見とこうか。なんかあの水たまりができるのすごい気になるんだけどな。なんだろうこれ。これは食らっていいの？これは食らっていいの？で、こいつには注意って感じだね。で、通気口を返して、待った！この痕跡、他にもこの気分に味を占めている生き物がいるみたいだ。どういうこと？この白いの気になるな。これ大丈夫。これは？もう近寄らない方がいいか。行く。紫外線ちょっと浴びたのはいいのかな？何ここ。ああ、でも最初にやった、最初の方にやったトラップと殺菌室。ゴミまみれの殺菌室、ここで暮らしている住民の気配もある。前と同じ感じで消毒プロセスを進めないといけなさそうだ。まだ殺菌してる間に何も起こらないといいけど、願う以上にできる対策もしておかないと。またしましょうか。でも紫外線浴びちゃったけど大丈夫かな。最初にボタンを押すことで通気口が開きますので、その状態でしばらく待ちます。完了と通知されたら反対側の出口から出ましょう。違うな、ちょっと待って。通過時に悲鳴を上げるのは他の作業員の妨げになります。ガスは全て安全で、これら手順は研究所の管理下にあります。不必要なパニックはさっき控えてください。ちょっと待って、さっきのやつがもしかしてだけど、今覗いてもう一回覗いて、そしたら近づいてこない？あ、正解だ。これはどうなる？うわー、やべえの。どうしよう。ん？気のせいかって。気のせいかとはならんか。どうしよう。紫外線照射マシンもあるし。紫外線で済んで、うわー、おいパイ投げ。いやー、当たら初めて見たね、君。この顔というか。何それ。あー、会話してる。いや、操られてるに近い。ラーブって言ってる。ラーブ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 。紫外線の中で。紫外線じゃないだろうな、あれは。もっとやばい何かだろうな。ん？なんか伝えられた。何？あ、自我が戻った。何？何だ今。何だこのギリギリを、ギリギリが好きな人かお前。その葛藤してるぐらいが一番好みですって。わかる。それはすごいわかる。ああ、あ、食べちゃった。結果、いや食べてない。何かを飲まされてる。くんくんくんと。いや、これイチャイチャしとる。で、一つの何かになった。合体ロボットになった。あー、完全に吸収された。
すごい面倒な工程踏んだな。で、で、あ、またコーンを置いて、ひとまず、まあさっきと同じ感覚だよな。あんまりまあ初回で完璧にいけるとも思っちゃいないんだけど、いや、多分ね、こっち側飽きとかないとダメなんじゃないかな。とりあえずこんな風にしてみるか。注意、スイッチを押した後は早くプロセスになります。実行します。早っ。で、ここ早いけど、早いけどいけたっぽいな。いったぜ。あ、やばい。あ、結構賢い。あ、どうだ。あ、出ます。あ、ごめんなさい。あ、すぐ出りゃよかった。ムンクの叫びみたいな。でもなんかいけたな。ああ。ワンピースのスマイルもこんな感じだよな、もう。ああ、プニプニだって。でもちょっとやだって。覆面つけられたみたいな。でも今の感じでいけたっぽいけどな。それはでも、運任せすぎるか、いくらなんでも。で、結構あいつら最初のリスト違って、なんかランダムの動きが多かったから。ってことは結構迷路みたいな感じにしとけば、相当運が悪くなければあいつら来ないんじゃない？ああ、こうしとこうか。で、こうして、こうして、いや、俺が早く動ける体勢にしといた方がいいな。よし、じゃあこうしてみるか。よし、かかってくれた。これはいったんじゃない？まああといつでも出れるように。相手が運が良くてもまあ引っかかってくれるでしょうという。よしよしよし、セーブしたいな。ここの空気はなんだか体がムズムズする。あ、久しぶり。少なくとも心地のいいものじゃない。ちょっとめまいがするけど我慢できないほどじゃない。向こうから出ているガスの影響ちょっとまずいかも。戻った方が。戻ったらあれで死ぬしな。秘密ドアもう開かない。相手も困るって。じゃあやりましょうか。セーブさせてくれるかな、前回の感じだと。どうしよう、空気がどんどん淀んできた。意識もぼやけてきて立っていられなくなる感覚が。このまま手放したら、いやダメだ、ガスのせいか変な衝動が。このままじゃ理性と戦ってる。ここで、ここまで来たのに。あ、つか換気扇動いてないのか。そうか、プーロかな。ありがとうプーロ、まずはありがとう。頭が急に冴えてきたと思ったら、エアコンの神聖な温風が周囲のガスを遠くに追いやってくれたみたいだ。人間、あ、助かる。こっち来ちゃダメだって。ガスがなくなったわけじゃないんだから。だからそこで聞いて、人間。こっち側にスイッチがあって、エアコンの電源だって覚えててよかった。停電のせいでここらのエアコン周りが気絶しちゃってたって感じなのかな。あまり長くはいられないはず。電源がいつまで持つのかわからないし。と話すのはここまで。急ごうね、人間。ここの向こうで待ってるから。ありがてえ。ガス全部なくなったわけでもないし、エアコンの近くを安全地帯に素早く進んでいこう。ありがたい。じゃあ、一回死ぬか。これがやばいやつ。あー、なんでガスのせいで我慢できなかった。あー、見たことある。立ち行くぜ。よしよし、無駄なく行くぜ。で、こっちだな。あ、間違えた。あー、終わり。よしよしよし、なんかちょっと長い気がする。のせいかな。よし、行くぞ。なんだこれ。報告記録。ここから黒曜獣の縄張りまではただの薄っぺらい壁1枚しかない。2階にある送水システムも芳しくはない。常日頃水漏れが絶えない状態だ。向こうの温室の植物群も豊富な水とわずかな栄養を頼りにここまで根を伸ばしている。極めつけにはここに置かれたガスボンベだ。いつ漏れ出るのか分かったものではない。四方八方非常に複雑な要因に絡め取られ、この関係は形成されている。しかしながらこのままでは遅かれ早かれ限界させてしまう。いずれこの水は発電室をも飲み込むことになるだろう。私に打てる手はもうない。水報告終了。何があったの。まあいいや、行こう。ああ、終わった。ああよかったのに良くなかった。鹿になった。鹿セント君みたいになっちゃった。何、文字文字って。セント君は恥ずかしいよって。あ、また間違えた。よし、これた。あのガスボンベ気になるけどな。とりあえず上行くか。上、あ、やばい、戻る。危ない危ない危ない。上行こう。あー、動いてる。ガスボンベから空気の漏れる音がする。上行っていいのかな、わかんないけど上行くしかねえか。何それ、
何それ、え、何それ、いろいろと何それ、は風呂、あ、それぞれの部屋ってこと。今ここどこ、今ここはてな左下、いや俺が進んできた道か。最初俺がいた左上で、黒曜獣、一般的な黒曜獣のあのドラゴンと戦ったところで、黄色いのはその次のやつか。でプーロの部屋で灰色の猫で雲の部屋で、ロボットの部屋でさっきのところ、ん、あいつはなんだ、あいつなんだ、あの白いの、わからんな。とりあえずまあ出ようか、次行こう。セーブできそうな見た目してんね。気持ちのいい暖かい風が体に吹きかかる。この機械はエアコンであると同時に記録用の機械としても機能があるらしい。あ、助かる。心地いい風を浴びながら記録のためにとどまるのも億劫じゃない。画期的な発明だね。余裕だなお前、これ踏んだら死ぬ。あ、違う死に方。風船みたいな、マジで風船のやつじゃん、風船のやつじゃん。イギーってところ天之助みたいな。これはお腹破裂しちゃうようだよな。一個無駄にしたな。これこっちか、手前から行かないとダメなやつだこれ。よしよし、危ねえ。で、もうダッシュだな。あー、でそうだ、戻るの引き寄せないといかんやつだ。でここら辺で解けてもらって、であいつが動き出したらダッシュで、テスト。お、女体化してる、いいね。お、強い、私は強いんだ、一人の戦士として見てよって言ってる。私だって一人の戦士だよ、女扱いしないでみたいな言ってる。急げ、もう2か、ゆっくりしてる場合じゃねえ。いやー、これはなんか赤いの出てなかった、さっきのところ。人間もう来てるかな、ここは慣れてるからな、もう普通の通常版でもやった場所だったから余裕だったわ。ちびっこちゃん、ちびっこ、こんなところいたらダメだから、ほらいい子だからさ、人間に触れちゃダメ、いい子は大人の言うこと聞くもんだよ、だからほらねぐらのクッション、そろそろ恋しくなってくる頃でしょね。あ、本当に子供をあやすかのように。ちょっと今回本当にいいね、プロ、なんか好感持てるわ。人間無事でよかったけど、またギリギリになっちゃった、本当にプロのろまなんだから。そんなことない、ありがとう、まずありがとう。あんな幼獣にまで、あ、幼獣ね、別に人間を取り込めるとかじゃなかったけど、せいぜい飛びついたりまとわりついたり、それでね、木が足に絡みつく程度だったかな。さっきだいぶ熱くなっちゃって、あの子を怖がらせてないといいけど。いい人や。話変えちゃうけど、そこの扉、あそこから発電室に行けるはずだよ。あれだな、発電室、あいつじゃん、サメじゃん。長い旅だったよね、ついにここまで来たんだ。とは言っても向こうがゴールにはならないけど、機械を冷やすための水がパイプから漏れちゃってて、あたり水浸し。記憶の中にあった風景とだいぶ変わっちゃってたよ。きっと停電はあれのせい、というか間違いなくあれのせい。人間、前に見た地図が確かなら、発電室を抜ければ建物の外側部分までたどり着けるはずなんだ。そこから下って、そしたらこの建物から出られるよ。そう、出られる。そしたら僕ら別れなきゃいけないのかな。僕が孤独な日々に戻るのは仕方のないことなのかな。ねえ人間、もし停電の問題がなんとかなったら、そしたらその後もいいかな、僕と一緒に。いいよ。何言ってんだろ僕。人間、まだまだ先あるから、どんどん先進んでいこう。うん、行こうか、頑張ろう。まずありがとう。人間、この姿で会えたのちょっと久しぶりかもね。助けてくれてありがとう、まずはありがとう。そんな全然、人間、優秀な人間を助けられてるんだから、それだけでも十分嬉しいよ。君も謙遜しなくても、賢い種族ってのは大きさに取られないってもう十分分からされてるし、こっちこそ仲間として一緒にいさせてくれて感謝しなきゃなのにピコピコして可愛い。プーロもう弾け飛んじゃいそう。もう一回ありがとうって言っとこうか。とってもとっても嬉しいんだ。今の僕ならやれる。この先の危険も困難も人間のために立ち向かってみせるよ。たとえあの博士でも僕なら。どうだろう、ちょっと自信ないかも。弱音なんか言っちゃダメ、もう二度と言わないよプーロは。報告記録、幼獣たちは動物としての姿を模倣するだけにはとどまっていないようだ。機
階、衣服に壁、さらには天井の照明にまで、その部屋ごとに環境に溶け込む方法をよく学び実践している。その繁殖力と模倣力を考えれば、ここまで瞬間的に大量の幼獣が種類を増やしてきたことは必然と言えるだろう。昨日朝食を温めていた時、缶詰の一つが突如として一匹の黒と白の幼獣に姿を変えた。以前に私の缶詰を持っていた幼獣だったかな。やつは電子レンジから飛び出したかと思うと瞬く間に姿を消してしまった。缶詰に対していささか食欲が失せてしまったが、それでも食べないわけにもいかないだろう。報告終了。日記だな。とってもとっても嬉しいんだと。よかった。戻りたいけど戻れないか。ちょっとあの黄色い音符は気になったけどな。まあ、60番のデータで戻れる。何それ。人間、そこの扉見つけちゃった？その向こう、なんだか危険な匂いがするんだ。行く必要もないと思うし、だからまっすぐ発電室に行こうね。何それ、ちょっと待って何それ何それ何それ。でも行けないの か、 だプーロがいない時行けるってやつか、これ。なんだかなかったよな、通常版の時。出たな。じゃあこのステージを次回やりましょうか。ちょうどいいから。多分ここやると長くなるからな。あそこの通気口、最初は溶接で塞がっちゃってたんだけど、狭い道だらけで鬱憤が溜まっていたというか、人間とも会いたくて必死になっちゃってて、その怒りのまま鉄のドアを蹴ってたらあんな感じになっちゃって、それで出られたんだけど、力込めすぎて足場ごと飛び出る時に体のモフモフが壊れた内側に引っかかって大変だったよ。この道使ってどこかに行くのは無理になっちゃったかも。あー、ちょっと戻りたいな一回。これ開けれるってこと？何ここ？あ、え？あ、え？ハーレムみたいになってる。違うな。どちらかというと女王と。あ、なんか閉められた。何何？忍びのものだった。あー、一撃必殺。あー、しゃあないわ。これは俺が悪い。え、よけれた？動く暇もなかったよね。全部なるとまんざらでもない顔するんだよな、お前。あ新入りってなでなでされて、横のやつらからちょっと嫉妬されてない俺。あー、戻れないか。こっちは新鮮な空気が吸えてと。そうか、すぐ戻るの無理か。動いたりもできないよね。動け。あ、動けるってことは戦わなきゃいけないってこと？やだな。とりあえず避けとする。よし。自分に向かってくるな。わかりやすい。早い。あー、早すぎる。とりあえず行くか。あ、餌やって。これ見たな。サメにさせられちゃったと。ダクトの中覗いてみる。あ、ここプーロが通ってきたとこ？どこだ、ここ。この隣、見たことがある部屋かもしれない。どこだ？なんか見たことあるような気がするけど、どこか全然わからん。前に試したけど、全然開かなかったよ。ポラロイドカメラ。人間たちの機械はほんと魔法みたいだよね。その自動絵画機使ってみたことあるけど、思ったほどうまくいかなかったな。ああ、あの写真か。ぼやけてたやつね。止める者たちによる止める者たちのためのワクチン、その開発がこの建物で行われていることを知った私と多くの同じ境遇の者たちはこの地に集まり、そして取り囲んだ。私と皆の大半は同じ気持ちだったはずだ。ただ家族と平穏に暮らしたい、それでも平和的にと、誰かを踏み台にはしたくなかった。しかしおごりだったんだろう。最終的に争いは避けられなくなった。混乱の中で対話は対立へと変わっていき、皆が武器を手に紛争へと変わった。あらゆる場所から悲鳴が聞こえ、紛争は早々にして終結し、お互いの負けとなった。そしてそこには人々を陰に引きずり込む誰にもわからない見えざる手があった。止める者側にいた者たちは実験体が逃げ出したと叫んだが、彼らも廊下の角の向こうで姿を消してしまった。私もその言葉で逃げるべきだったのだが、何かに噛まれてパニックに陥り、いつの間にかこんな奥まった場所へとたどり着いていた。
ここである程度休むことにする。歯型の跡はくっきり残っているにもかかわらず特に痛みは引きずっていない。私を噛んだのは一体誰だったんだろうか。かゆうまって1月12日何人かが牢のような粘着物に取り憑かれながら廊下で体を引きずっている様子を見た。おそらくはこの建物に備えられた秘密兵器か何かをもろに受けてしまったんだろう。そしてどうやら私もその秘密兵器の犠牲者だったようだ。傷口から彼らと同じ粘着物がじわじわと溢れ出てきている。今も痛みは感じていない。気を見計らってここから出なければ。もうこの体は長くないだろうが、それでも私は妻と子たちのそばで死ぬつもりだ。こんなところ来るべきではなかった。1月13日かゆうま。震える手でこれを書く。私の傷は完全に塞がった。なぜなら傷口から出てきた粘着物が形成され狼の頭になったからだ。私を舐め続け、もて遊び続けるその頭は、左腕の主導権を完全に奪っただけに飽き足らず、心まで乗っ取ろうとしているらしい。意識を引っ張られるような力がだんだん強くなり、今にも手放しそうだ。結構長いな、でも時間かかってんな。粘着物はすでに私の左半身、そして下半身全体を覆い尽くし、残った手と頭でできる抵抗は多くない。もう逃れられないのだろう。彼らの一部になることは、1月14日、かゆう。うま。うま。あ、こいつじゃね？あ、こいつだわ。こいつだわ。ああ、うまってな、ハートだった。発電室は外界との接続が手断たれた場合にも、しばらくの間、電力を自給することができます。私にはどんな状況になれば外界の電力が軒並み潰れてしまうか、どうしても想像できませんが。でも災害とかで全然あるだろう。それと、こんな壁にその情報を書いて貼る理由も誰か見るんですかね？それはそう。それはそう。あ、表情変わってる。ありがとうってもう一回言ったからか。プーロの顔が。でちょっとしばらく経ったんですけど、コメント欄で教えてもらったんですけど、このケイトの会話は何回かやったら本当に死ぬらしい。なんか前回確か5回ぐらいやってね、ずっと無言だったからもう意味ないかなと思ったんだけど、あ、繋がった。もういい、もう有効的に接種はしない。裁きというものを受けるんだ。あー、なるほど。10回ぐらいかな、今の。8回か10回ぐらい。未知のガス濃度の上昇が検知されました。どうなっちゃう？あー、もう結局一緒だよな。あ、でも未知のガスだからランダムとか言ってたっけ。あー、もうキメラになった。よそう、やった。おお、これはもう獣というかなんというか。あ、ここ行けんだ。こんな部屋があったんだ。あー、なんかやばそう。ん？あ、プーロかな、あれ。ん？プーロじゃない？もしかして。プーロかな。プーロじゃなさそう。どっか行った。ん？どっか行った。回り込んできてる、もしかして。ダクトの中を生き物が通過したように見えたけど。あれ？もしかして。ああ。ああ。尻尾からもう一つの人格が生えてきてる。あ、ワンちゃん、普通のワンちゃんだ。普通のワンちゃんと一緒に実験してる。衛生環境どうなってんだよ。ああ。で、あ、ワンちゃんがワンちゃんを撫でてる。で、その時系列が下骨になってるのが可愛いな。衛生環境どうなってんのよ、本当に。鉄の檻。この影、あー、何？クンクンクンって。いい匂い？あー、何のための檻だよ。あー、二人揃って。顔、呼吸ができない。あ、強い。なんかここにいるやつ強そうなやつばっかだな。ちゃんと敵キャラ、いや、なんでそこ開いとんねん。で、あ、これは唐辛子を見て食べちゃった。辛いだけじゃなくって変身できてまんざらでもねえ。これはテスト14巣だからなんだ。14人目ってことか。これは何かをかけられて変身して、こっち来た、こっち来んなって感じだけど。で、あ、水生生物の、君もこっち来んできなよって。水槽ライフセンター、あ、こっから行けんの？水槽ライフセンター。まだダメ？まだダメ？ごめんなさい。ちょっと早かったね。順番じゃなかったね。何それ？コブラじゃん。獣でもないし、お尻になっちゃった。
悪魔の実の失敗作みたいな場所に生えてきたけど。ああ、どっちが俺？尻尾の方か。これ、この影はどうだ？最後。ああ、どこから？どういうこと？あ、ダクトから？え？透明？ん？なんだ？透ける生き物ってこと？何もないところから、あ、ユニランとか、みたいな、ランクルスみたいな感じ。あ、これいいね。これ俺は好き。はい、じゃあ今回ここまでにして、次回水生生物センターというかサメ戦やっていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。